こんにちは、カレーですよのハピーです。毎度どうも。季節は秋でありまして、割と旅行に出たりとか、しますよね。そろそろなんというか類似宅をしないと間に合わないかなという気分なんですけれど、はい、1枚ジャケット買いました。よいしょ、こんな感じ。これもね、ちょっと紹介したあのマスタードイエローのキルティングジャケットに似たような感じの色なんですけれど、これユニクロで買ったマウンテンパーカーです。こんなにね綺麗な色のマウンテンパーカーがあるとは思わなかったんですよ。なかなかこれがよくできてまして、このマウンテンパーカーきちっとね、内ポケットついてるでしょ、で、ドローコートちゃんとついてるし、でポケットにもマチがあるし、なかなかいい。袖のね、ベルクロのこれもついてる。で、もちろんパーカー部分のドローコートだってついてますね。はい、こんな感じですけれど、フードの部分のね、ひさしもついてるのね、これなんか割と機能ですよね、マウンテンパーカーの。こんな感じだったりとかね、かなりねよくあのディティールまでできているジャケットでした。フードの裏側だけね、ちゃんとあの内張りを変えてありまして、肌触りいいようにフリースで、貼ってあります。まあ、こんな感じのあの翼デッキ関係、大したもんですよね。これがねわずか数千で手に入ってしまうという、別で紹介している GU のキルティングジャケット、黄色いやつ、あれなんかよりもね割とあのレイヤードできるので便利に着回しができると思います。薄手ですけれど大きめに作ってあるから下にいろいろなものを着てね、で、体温の調節ができます。やっぱり出どころがアウトドアなのでそういう機能ありますよね。ということで、よいしょ、ということで僕は、先に進もうと思います。